17日から20日までの4日間、アミコビル3階シビックセンターのギャラリーで第50回徳島市芸術祭の美術展が開催中です。会場には書道、デザイン、美術工芸の3部門合わせて125点の作品が並び、さまざまなテーマや手法で作者の世界観を表現しています。こちらはデザイン部門で市長賞を受賞した小島さんのバックトゥージエッグ。コンピューターグラフィックで陰影をつけて立体感を演出したこととメッセージ性の強さが評価されたそうです。作者の繊細な技術や作品に込められたメッセージに触れてみてはいかがでしょうか。